お侍、あなたからも言ってやってくれ。何をか申してみよう。失礼を。私は三郎、海海では名の通った秋人でして。名があるからなんだというのだ。なぜ皆を脅していた。身内の行方が分からず、あやつらに話を聞こうとしただけです。何か知ってるに違いない。家族はここで何を。皆で島を出るためここで落ち合い、壱岐へ渡る手はずでした。海へ出る。猛虎が陣取っておるぞ。そのために仲立ちに大枚をはたいた。気に食わん連中ですが、すでに多くの者に手を貸したそうです。息子の丈太郎は泣き止まず、妻の秋は怯え、私が何とかしなければと。しかし二人は消えた、仲立ちと共に。あやつらは何か隠してるんだ。俺が話を聞いてみよう。口出しするでないぞ。承知しました。ただし加減はなさらぬよう。おのおのこちらへ。聞きたいことがある。こやつの身内が先日まで野営におったらしい。見た者はおらぬか。ならば島から出すと持ちかける仲立ちを知っておる者は。あの、見た覚えがあります。女と玩具を持った幼子でした。どこへ行った。それは存じませんね。そういったものは見ておりません。一人ずつ話を聞こう。どうか切らないでください。何も知りません。島を出る話をしていた家族。裕福そうな家族は誰も。長太ならいくつか言葉を交わしておるかもしれません。昨日着いたばかりなので何も。逃げおったぞ。捕らえろ。おい待て。俺は何も知らん。追わないでください。なぜ逃げる。止まれ。俺じゃない。訳を聞こうか。仲立ちが来てあの男の妻子を連れて行きました。後を追ったら見つかってしまい、誰かに話せば殺すと脅されて。案ずるな。俺が守ってやる。二人はどこへ運ばれた。西の海岸にある物見櫓へ。そこに船があるのでしょう。三郎の妻子はどこにおる。あっちに何かいるようだ。逃げられるか。ほら
目の前に望みをぶら下げてやれば何だって信じやがる。確かに。さあ終わらせるとするか。悪いが船を出すのは無理だってよ。何をする。金なら払う。助けてくれ。待たせてしまったな。ああ、助かりました。無事でよかった。どういうことです。船があるという話だったのに。連中はお主らを殺し金を奪う算段であったのだ。女や子供は一緒におったか。いや、我々だけです。さようか。サブローの家族はまだ近くにおる。ここへ。女と子供、死んで間もない。これはサブローの息子のものであろう。知らせてやらねば。お帰りで。それで私の家族は。これを見つけた。ん？丈太郎の。
どういうことだ。仲立ちがたばかりおった。船などなかったのだ。なぜ。私は海に一の秋うどたばかるなど。無念だ。家族は手遅れであった。だが仇は打っておいたぞ。誰も救いもせずに。お主それでも侍か。己が役立たずが。なんと昔かと許さんぞ。サブロー、恨んでも仕方ない。残りの金を用いて島の民を助けてやるのだ。その前に二人を埋めてやれ。津島にいる限りみんな殺される。酒井様。